豊田久義1月2日から1976年10月7日は日本の水泳選手。1932年ロサンゼルスオリンピックの800メートルリレー金メダリスト。1930年代後半には豊田光の芸名で短期間映画俳優としても活動。生はその後峰島となっている。山口県八代島出身。上げ小中学卒業。 日本大学出身。1932年ロサンゼルスオリンピックの800メートル、リレーで、宮崎浩二、湯ささのり、横山隆と共に、金メダルを獲得した。日本大学出身者初、山口県出身者初の金メダリストとなる。その後、豊田光の芸名で、佐野修司、上原健と共に1936年、大船撮影所一期生として小竹に入社。 君を宝かに歌え、で、俳優デビューした。翌年にかけて、青春満感触、恋愛無敵艦隊、金色夜舎に出演した。戦後は水泳の普及に努めた。1959年頃、湘南学園中学校、高等学校に、体育教師、体育部部長として、赴任、水泳の指導を熱心に行った。金メダリストの赴任を受け、 湘南学園の国井広隆理事長が学園に当時最先端の浄化装置付きプールを寄贈した。これは藤沢市で3番目のプールであったという。1976年、水泳の指導中に体調を崩しそのまま休止した。去年64歳。孫の渡辺健二も水泳選手で、1984年、ロサンゼルスオリンピック、1988年、 ソウルオリンピック1992年バルセロナオリンピックに出場。ありがとうございます。